はい、こんにちは、つにゃんです。たくです。新入りでございます。よろしくお願いいたします。僕たちもいるよ。はい、みなさんこんにちは、こんばんは。くまぽんチャンネルの時間でございます。贅沢にトマトスパゲティを作っていきたいと思います。わー、美味しそう。血液サラサラですよ。玉ねぎもたっぷり入っているので、ガー。玉ねぎ2個、トマト1個分、ピーマン1個分、ニンニク1個分、マイタケ1個分。はい、これ基本のトマトソース、これあってもなくても大丈夫です。ケチャップ、カゴメトマトジュース、オリーブオイルで、砂糖と塩です。はい、じゃあ行ってみましょう。トマトソースがあったので使います。で、ケチャップ、トマトジュースですね。さあ、では行ってみましょう。ちょっと贅沢なんですけど、500円ぐらいでね、こういうズワイガニの、あのカニのも売ってるので、よかったら作ってみてくださいね。はい、ニンニク、ニンニク入れますね。しゃ、玉ねぎ入れていきます。どう、玉ねぎ入ります。はい、もう一個、どう、もう一丁いきます。めちゃけ、どう、玉ねぎ入れて、油が足りないと思ったらオリーブオイル足してください。ソースもあるので、こっちを先に入れますね。シェイクシェイク、シェイクシェイク。どうしたの？ん？どうしたの？お腹すぐすぐでおかしくなっちゃってる。本当に？ちょっと待ってね。ここにちょっとトマトジュースを入れます。トマトジュースね。はい、行きます。シュガーを入れると甘みが強調すると酸味も強調される。まあいいんじゃね、混ざったら一緒だからいいんじゃね。こういう感じなんですね。こういう感じです。はい、今日は500円ぐらいですね。これ買ってみました。逆ですけどね。はい、じゃあこれ入れます。こういう感じですね。タマーですね。これ使っていきます。味見です。味見、僕もする。はい、うん、ちょっとね、こう取ってみて、味見は必ずしましょうね。おいしいよ。味見したよ。本当おいしい。うん、はい、いくよ、せーの。はい、いきますよ。これでパーンと離してくださいね。これとね、ピザを買ったので、これをちょっと焼いていきたいと思います。ピザの美味しい焼き方、行ってみよう。ゴー。で、小麦粉ちょっと振ります。で、その上にピザを置きます。で、終わりです。今からマルゲリータの歌を歌います。この上から振っといてください。これぐらい振ってください。で、混ぜとくと固まらないです。こうやってね、混ぜといてくださいね。こうやって、はい、よいしょ。Thank you.
仕上げに黒胡椒です。はい。ピザとかもね、小麦粉を入れて、あとはもう弱火で8分焼いたらね、すごくカリカリになるので、すっごく美味しいですよ。はい、こんな感じです。ね、野菜もたっぷり取れるし、もうこのパスタは本当に野菜取れるので、冷蔵庫の中のね、野菜がたくさんある時、ね、ニンニクを買って作ってみてください。ご視聴いただきありがとうございました。Thank you so much for watching our video. Have a nice day. Bye bye. はい、じゃあ今からピザをね、カットしていただきます。